中学、公民、経済分野ではこれまで家計や労働、そして企業などについて勉強してきました。でも今回の動画からは本格的に経済やお金の流れについて勉強していきたいなと思うんです。それじゃあまず最初のこの動画になるんやけど、そもそも経済って何やったか、この意味っていうのをちょっと確認しておきたいなと思います。一番最初、経済分野の最初にも話したんやけど、 経済っていう言葉はもともと中国の経成催眠という言葉から来ていましたんやね。経成催眠。この経済を取りました。世を治めて民を救う。なので今で言うと政治に近いような意味あった。ただ、海外から、ヨーロッパからエコノミクス。これ経済を英語にするとエコノミックスと言ったんやね。これはもともと家計の意味で。 家のお金のどうやって使うかっていうのをエコノミクスって言っていたんやけどそれがだんだん広がって社会全体でのお金の使い方について言うようになりましたそしてこのエコノミクスと経済形成催眠から来た経済がだんだんと組み合わさって日本語の経済というのは社会全体でのお金の流れやそのお金の流れに伴うものとかサービスの流れ さらにに人間の活動全体を言うようよな,なので経済って何ですかって聞かれたらいろんな言い方ができるんやけどこういうふうにまとめました今回は。もやサービスの生産と消費によって起こるお金の流れや人間の活動のことです。なので例えば企業が車を作りました。車を作るっていうのは生産やね。車はものです。もの、車を作りました。 家計で個人が個人の人がそれを買いました買うっていうのは消費になるんやねこの時に車を買うお金とか車を作るお金さらには車を作るために働く人とか車を使って実際に活動するっていうような形でお金が流れたり人間が活動したりしまするよねそうした動きあらゆるものとかサービスでの動きのことを経済と言いうわけです大丈夫かな これが経済の基本的なな意味になります。そして実は今まで勉強してきた家計企業これは政治のところで勉強したけど政府っていうのはこの経済を動かしていく3主体になっているんです主体っていうのは実際にそれを進めていくものとか人のことですなのでこうした動き活動を進めているのは 家計ととと企業と政府という3つの場所になのでこの動画ではこの図をしっかり理解しておいてほしいなと思います。家計や企業政府の間で経済の意味っていうのは物とかサービスお金や人間の活動のことやったわけね。この3つの主体の中でお金とかサービスものがどういうふうに流れているのかそれをちょっと確認しておきましょう。 まず最初この真ん中の言葉を注意してください注目してください経済の循環と書いています循環という言葉の意味わかるかな簡単に言ってしまうとぐるぐる回るってことです勘っていうのはこれ輪っかという意味やねなので例えばお金だけ見ても家計は家の中にずっと留まっているわけじゃありませんお金は家計から例えば企業に流れてまたそれは企業にとどまるんじゃなくて政府に渡って そして政府から家計に帰ってくるというようにお金とか物とかサービスっていうのはぐるぐるぐる回っていきますなので循環という言葉を使っているんです経済はこの3つの主体を通して3つの主体の中で物とかサービスが循環して活動が起こってるんだねそれじゃあ具体的にどういった形で物やサービスやお金が流れているかこの矢印の部分を見ていこうみんなにとってまず分かりやすいのは 家計のお金なので個人のお金やと思ってください。それじゃあそんな個人のお金がどうやって政府に流れているかというとこれは税金やね税金以外にももちろん流れている部分があったりもするけど基本的に税金です。 なのでみんなが払うような消費税もそうやし働き出してお給料が入ってくると所得税というような税金もかかったりします財産を持っているとその財産にお金もかかったりするそうした税金というのが家計から政府に流れていますよとその代わり政府は家計に対して国民に対して公共サービスというのを提供します一番みんなにとって分かりやすいのは学校やね 学校で勉強を教えてもらったからってお金払ったりしないよねそうしたみんなにとって役立つようなサービスは公共サービスといって政府が無,償で無料で家計に提供し,たりしています。それ以外にも例えば病院に行ったりとか子どもが生まれたりとかお年寄りが介護を受けるとかっていう時に政府がお金を出して出してくれたりすることもあります。 そうした形で政府から家計にもお金やサービスが流れていますよと。それじゃ今度は家計と企業の間はどうなっているでしょうかここにはもちろんさっき話したような企業が物を作って家計がそれを買ってというような物とお金の流れもあるんやけどここでは前回の単元で見た労働に注目をしました家計つまり個人は企業で働くよね。 なので、家計から企業へは、労働を提供しています。労働力を提供しています。代わりに、給料を払わんかったらあかんよね。企業から家計、個人に対しては、賃金が支払われます。賃金ってのは、まあこれ簡単に言ってしまったら、給料のことやね。給料が支払われますよと。それ以外にも、ここに、利子って書いてるよね。企業から家計に利子も払われたりします。利子ってわかるかな 銀行については詳しく後でやっていくんやけど企業の中には銀行があるよね銀行にお金を預けておくと利子がついてお金が少し増えますそうした形で企業から家計に利子やお金が流れていくっていうのもありますそして家計は逆に言うと銀行にお金を預けることで資金を提供していたりもするんです企業が活動するための資金やねそうした資金お金は 銀行って行いうのは企業にお金も貸したりするので企業にお金が流れて企業が活動していく元手になったりもしていますよと。なので単純に物を売ったり買ったり以外にもこうした労働を通したお金とか銀行を通したお金の流れっていうのがあるんやね。それでは最後に企業と政府この線はどうなっているでしょうか企業から政府に対しては やっっぱり税金といいうのが出てています。家計からの税金じゃなくて企業に対してかかる税金というのもあるんです。企業ががけた分に対してかかる税金とと。いうのがありますよとそれじゃ逆に政府から企業に対しては何が出ているかというとこれは企業の活動を支えるための補助金とかもあったりするんやけど補助金とかもあったりするんやけど一番大きなものは公共事業です。 公共事業。公共ってのはさっき言ったとおり、みんなのって意味やね。なので、例えば、これもまたわかりやすい。学校で行こうか。学校を建てるってなっても、企業は学校を建てても、もうけることはできへんよね。学校にお金、公立の学校やと払わへんからです。それに、それに、橋とか、みんなが使うような橋とか、道路を作っても、企業はそこからお金をもうけることは基本的にできません。それはみんなのためになるものやからね。 なのでそこについては企業が自分でお金を出すんじゃなくて政府とか地方公共団体がお金を出して企業に依頼しますそういうふうに政府から企業に出されるみんなのための事業のことを公共事業というんです公共事業を通して政府から企業にお金が流れているわけね そしてもちろん企業はそこで儲けた分っていうのはしっかり税金として納めていきますよとそんな関係になってるんですこのようにしてそれぞれの矢印がつながってるよねお金や物サービスというのは経済の3主体家計企業政府の間をぐるぐると回ります。そしてこの経済の循環を通していろんな活動物やサービスを作ったり消費したり お金が流れたり働いたりそうした経済活動が行われているんです。